日照簿記甲子園全国高校日照簿記選手権大会は、日照簿記検定70周年を記念し、高校生に簿記1級を取得するきっかけにしてもらおうと開かれました。水保市の朝日大学で行われた本選には、全国の予選を勝ち抜いた30校の高校1年生から3年生、合わせて103人が出場しました。 3人1チームの団体戦と個人戦があり商業簿記・会計学の第1部と工業簿記・原価計算の第2部で構成されるペーパー試験で点数を競います出場した高校生らは電卓を使いながら簿記1級レベルの試験に取り組んでいました大会の結果は団体優勝が県立岐阜商業高校の県議省ニャンズに決まりました 日照武器1級の試験は11月17日に行われます。